地質学の歴史では自然科学の一分野である地質学の発展の歴史について述べる。地質学とは地球の起源、歴史、構造を科学的に研究する学問である。スコットランド人のジェームズ・ハットンは近代地質学の父と言われている。このバルト海の琥珀のネックレスの蚊とハエは4000万年前から6000万年前のものである。石中にある このダイヤモンドの原石のやや奇形の八面体の形は鉱物の典型である。光沢のある面はこの結晶が諸星交渉であることを示している。最初の地質学的思考のいくつかは地球の起源についてであった。古代イギリシャでは地球の起源に関する主要な地質学的概念がいくつか発展した。さらに紀元前4世紀にアリストテレスは 地質学的変化の遅い速度を批判的に観察した。彼は土地の蘇生を観察し、地球は遅い速度で変化し、この変化は一人の人間の一生の間には観察することができないという理論を立てた。アリストテレスは地球が物理的に変化する速度に関して、地質学的領域とつながる最初の証拠に基づく概念の一つを開発した。しかし、 リュケイオンの後継者である哲学者テオプラストスは、著書、石についてで古代における最大の進歩を示した。彼は、アテネ近郊のラウリウムのような地元の鉱山からさらに、離れた場所で採れる多くの鉱物と鉱石について、記述している。大理石や、石灰岩のような建築材料の類についても、当然のように論じており、鉱物の特性を高度などの特性により分類する。 ことを試みた。そのずっと後のローマの時代に、ダイプリニースはその時実用的な目的で広く、使われていた多くの鉱物と金属についての広範な議論を作り出した。彼は、破片の中に閉じ込められた昆虫を観察することにより、木から化石化した樹脂として、琥珀の起源を正確に認識した一人である。ダイヤモンドが八面体になる傾向を認識することにより、 結晶学の基礎も築いた。ビールーニーは、インドの地質学上最も初期のものを含む著作を書き、インドは大陸がかつて海だったという仮説を立てた、イスラム教徒の地質学者の一人であった。ペルシアの博学者であったイブン・シーナーは、イーキン AI ソフアなどの自然哲学者と、同じく地質学や自然科学に重大な貢献をした。チの書という大の百科事典的著作を書き、 その中の第二部第五節には、アリストテレスの鉱物学と気象学に対する解説が6つの章に分かれて含まれている。中世の中国で最も面白い博物学者の一人は、その時代に多くの学問分野に手を出していた博学者の陳活である。地質学においては、地形学の理論を立てた博物学者の一人である。これは堆積物の隆起、土壌侵食、 シルトの堆積や太平洋から数百マイル離れた太鉱山脈における海の化石の観察に基づいている。また、潜水省の北部の乾燥した気候である延べ州、近くで地下に保存された状態で発見された古代の石化した竹を観察したことにより、徐々に気候が変動しているという理論を立てた。土地が形成される過程についての仮説を立てた。 海から数百マイル離れた山の地質学的地層にある化石となったからの観察により土地が山の侵食とシルトの堆積により形成されたと推測した。ホイストンの肖像画と地球の新説に書かれている水星天変地移設の説を示す図地質学が飛躍的に発展したのは17世紀になってからである。この時地質学は自然科学の世界で 独自の存在になった。キリスト教の世界では、聖書の異なる翻訳には、聖書のテクストの異なるバージョンが含まれていることが発見された。すべての解釈で一貫していたのは、大洪水が世界の地質、地理を形成したということであった。聖書の信憑性を証明するために、人々は大洪水が実際に起こったことを、科学的な証拠で証明する必要性を感じた。 このようなデータに対する欲求が高まったことで、地球の蘇生の観察が増え、化石の発見につながった。地球の蘇生への関心が高まった結果、理論は大洪水の概念を支持するように操作されたが、地球の蘇生への関心が高まるという真の成果が得られた。17世紀は、キリスト教の信仰が強かったため、 最も広く受け入れられた地球の起源の説は、ウィリアム・ホイストンが1696年に発表した地球の新説であった。ホイストンは、キリスト教の推論を用いて、大洪水が起きたこと及び洪水が地球の岩石層を形成したことを証明した。17世紀には、地球の起源に関する宗教的、科学的憶測が地球への関心をさらに高め、 地球の地層のより体系的な同定技術をもたらした。地球の地層は全体としてほぼ同じ素性を持つ岩石の水平層と定義することができる。この科学の重要な先駆者はニコラウス・ステノである。ステノは科学に関する古典的なテキストで教育されていたが、1659年までに自然界の一般的な知識に対して真剣に疑問を呈していた。 重要なのは、化石が地中で成長したという考えや、岩石形成の一般的な説明に疑問を呈したことである。ステノの調査とその後のこれらのテーマに関する結論により、学者たちにより現代の創除学と地質学の創始者の一人と考えられている。このような地球の自然とその起源に対する関心の高まりにより、鉱物や地殻の他の構成要素への関心が高まった。 さらに、18世紀半ばから終わりにかけて、ヨーロッパでは工業の経済的重要性が高まっていたため、鉱石とその自然分布に関する正確な知識を持つことが重要になった。学者たちは地球の構成を体系的に研究するようになり、土地だけでなく商業的価値の高い半期金属を詳細に比較して記述するようになった。例えば、 1774年にアブラハム・ゴットロープ、ウェルナーは、著書本伝アサー・リカン・ケンズカン・デア・フォーセライオンを発表し、外部特性に基づいて、特定の鉱物を識別する細かいシステムを提示した。ことでウェルナーは広く認識されるようになった。採掘のための効率的で生産性の高い土地を特定し、半期金属を見つけることができれば、より多くのお金を得ることができた。 このような経済的利得の追求により、地質学が脚光を浴び、追求する人気ある科目となった。地質学を研究する人の数が増えたことで、より細かい観察が可能になり、地球に関する情報も増えた。また、18世紀には、地球の歴史の面、すなわち、宗教的な概念と事実の証拠との間の乖離が、再び社会の中で議論されるようになった。 1749年、フランスの博物学者ジョルジュル・イル・クレール・ド・ビュフォンが博物誌を発表し、その中でホイストーンや地球の歴史の境界論者により与えられた聖書的説明を攻撃した。彼は冷却球を使った実験から、地球の年齢は聖書から推論される4000年や5500年ではなく75000年であるとした。 神も聖書も参照せず地球の歴史を記述したもう一人の人物は哲学者のイマヌエル・カントであり1755年に天界の一般的自然史と理論を発表したこれらの尊敬される人や他の人の著作から18世紀半ばまでに地球の年齢を問うこと許容されるようになったこの問いは地球の研究の転換点となったこの時 宗教的な先入観なしに科学的な視点から地球の歴史を研究することが可能になった。科学的な方法を地球の歴史の研究に適用することで地質学は独立した科学の一分野となり得る。はじめに何が地質学を構成するのか、その用語と定義を考える必要があった。ジオロジーという語が最初に技術的に使われたのは二人のジュネーブの 博物学者寺院、アンドレ・ディルークとオラス・ベネディクト・ド・ソシュールによる出版物であったが、ジオロジーは、ドゥニ・ディドロにより1751年に初めて出版された非常に影響力のある大事典である百科全書で取り上げられるまであまり受け入れられていなかった。この用語が地球とその歴史の研究を意味するものと、確立されると、地質学は教育機関で研究分野として、 教えることができる独立の科学として徐々に一般的に認知されるようになった。1741年、博物学の分野で最も有名な機関であるフランスの国立自然史博物館が地質学に特化した最初の指導職を創設した。このことは科学としての地質学の知識をさらに促進し、このような知識を広く普及させることの価値を認識する。 上で重要な一歩であった。1770年代になると、科学が地質学の理論的基礎で重要な役割をするようになり、二つの相反する理論が登場した。これらの対照的な理論は、地表の岩石層の形成方法について異なる説明をしていた。一つは、聖書の大洪水のような液体の氾濫がすべての地層を形成したとする説である。 この理論は17世紀から発展してきた科学的な説を拡張させたもので、スコットランドのジョン・ウォーカー、スウェーデンのヨハン・ゴット・シャルク・ワリリアス、ドイツのアブラハム・ゴット・ロープ、ウェルナーなどにより継承された。これらの人物の中では、ウェルナーの考えが1800年頃に国際的な影響力を持つようになった。彼は、玄武岩や花崗岩を含む地球の層は、 地球全体を覆う海からの沈殿物として形成されたものであると主張した。ウェルナーのシステムは影響力があり、この理論を受け入れた人々はディルビアニストや水星論者として知られた。水星論者の主張は18世紀後半に最も人気があった。しかし、別の主張が1780年代から徐々に認められ始めた。ビュフォンのような18世紀半ばの博物学者の 何人かは地層が水ではなく熱を介して形成されたと主張した。この主張は1780年代にスコットランドの博物学者ジェームズ・ハットンにより修正、拡大された。彼は代わりの熱に基づく理論を提案し、水星論に対抗した。19世紀初頭にこの主張に賛成した人々はこの考えを火星論と呼んだ。この理論は 地球の形成はゆっくりとした速度で溶解した塊が徐々に固まったことで行われ、これは歴史を通して同じ過程であり、現在も続いているというものである。これにより地球は計り知れないほど古くからあり、聖書から推測される年表の範囲内では説明できないという結論に達した。火星論者は火山の過程が 岩石形成の主な原因であり、大洪水の水ではないと考えていた。オックスフォード大学自然史博物館にある、ウィリアム・スミスの胸像をウィリアム・スミスの化石による地層の識別に関する1815年のモノグラフからの、版画19世紀初頭には、工業と産業革命により、地質中上図が急速に発展した。 イングランドでは1790年代から鉱山測量家のウィリアム・スミスが運河システムの工事で国中を移動し、イギリスの最初の地質図を作成したとき、化石が景観で似た地層を区別する非常に効果的な手段であると経験的に発見した。ほぼ同じ頃、フランスの比較解剖学者ジョルジュ・キュビエは、パリ鉱山大学の同僚、アレクサンドル・ブロニアールの協力を得て、 化石の相対的年代が地質学的観点から決定できることに気づいた。ブロンニャールとキュビエは発見を統合することで化石の内容により異なる地層を識別し、それによりそれぞれの地層が列の中で特有の位置に配列されていることに気づいた。この概念を解説したキュビエとブロンニャールの著書ディスクリプションジョバロジェケイズ・デアンベロン・デ・パリが1811年に 発表された後、創助学が地質学者の間で非常に人気となり、多くがこの概念が地球のすべての岩石に適応できることを望んでいた。この世紀の間に様々な地質学者が地質中上図をさらに洗練させ完成させた。例えば、1833年、アダム・セジウィックがカンブリア期の岩石をマッピングし、チャールズ・アイエルが別のところで、 第3期の細分化を提案した。その一方、ロデリック・マーチソンは別の方向から、ウェールズにマッピングし、セジウィックのカンブリア機の上部と自身のシリル機の下部を割り当てた。地質中上図は、これらの岩石を、相乗学的列の異なる位置に挿入して、相対的年代を決める方法を提供したという、理由で重要な意味を持つ。これにより、 地球の年齢を年代測定するためのグローバルなアプローチが生まれ、様々な国の地覚の構成に見られる類似性からさらなる相関関係を引き出すことが可能になった。ウィリアム・スミスによるグレートブリテン島の地質図19世紀初頭のイギリスでは、天変地異説は地質学と聖書の大洪水に関する宗教的な伝統を調和させることを目的としていた。 1820年代初頭、ウィリアム・バックランドとアダム・セジウィックなどイギリスの地質学者らは、鉱石の堆積物をノアの洪水の結果として解釈したが、10年の終わりまでに局地的な反乱を支持する意見に修正した。チャールズ・ライエルは1830年に著書、地質学原理の第一巻を発表し、天変地異説に挑んだが、 これはハットンの全身主義の考えが正しいことを証明するためにイングランド、フランス、イタリア、スペインからの様々な地質学的証拠を提示したものであった。彼はほとんどの地質学的変化は人間の歴史の中で非常に緩やかであったと主張した。ライエルは正一説の証拠を提供した。正一説とは家庭は現在でも過去と同じ速度で生じており、 地球のすべての地質学的特徴を説明するという地質学の教義である。ライエルの著作は広く読まれていたため、聖一説の概念は地質学の世界で強く定着していた。地層中上図が完成したのと、同時期の19世紀初頭から中期にかけて、帝国主義によりいくつかの国が帝国の拡大のために遠方の土地を探検するようになった。これにより、 博物学者はこれらの航海のデータを収集する機会を得た。1831年、HMS ビーグルの沿岸調査遠征の責任者となったロバート・フィッツロイ館長は土地を調査し地質学的なアドバイスをするのに適した博物学者を探していた。これはチャールズ・ダーウィンになった。彼はちょうど学士号を取得したばかりで春に地質学のコースを受講した後、 2週間のウェールズの地図作成の遠征でセジウィックに同行していた。フィッツロイはダーウィンにダイエルの地質学原理を渡し、ダーウィンはダイエルの一番弟子となり、自身が見た地質学的過程について精一的な原理に基づいて独創的な理論を立て、ダイエルの考えのいくつかに挑んだ。彼は地球の隆起を説明するために地球が膨張していると推測し、 陸地が隆起すると海域が沈んでいくという考えに、基づき珊瑚干渉は、火山島に沈んだ珊瑚礁を縁取って成長したものであると理論化した。この考えは、ビーグル号がココス諸島を調査した際に確認され、1842年に珊瑚礁の構造と分布において理論が発表された。ダーウィンの巨大化石の発見は、 地質学者としての彼の名声を確立するのに役立ち、その絶滅の原因についての理論化は、1859年の著作、種の起源で発表された自然淘汰による進化論につながった。地質データの実用化という経済的な動機により、政府が地質調査を支援するようになった。19世紀には、カナダ、オーストラリア、 イギリス、アメリカなどの政府が地質調査に資金を提供し、国の広大な地域の地質図が作成された。地質調査は有用な鉱物の位置を提供し、その情報はその国の工業に利益をもたらすことがあった。政府による地質学研究への資金提供により、多くの人がより優れた技術で地質学を研究できるようになり、地質学の分野の拡大につながった。 19世紀には地球の年齢は数百万年単位で見積もられていたが、20世紀初頭に放射性同位体が発見され、放射年代測定が開発された。1911年、アーサー・ホームズが正論からのサンプルを年代を鉛同位体を用いて16億年とした。1921年、ブリティッシュ・アソシエーション・ォーザ・アドバンスメント オブサイエンスの年次会議の出席者は、地球の年齢は数十億年であり、放射年代測定は信頼できるという大まかなコンセンサスを得た。ホームズは、1927年にザエジオブザース、アイ,イントロダクションツージョバロジェクルアイデアズを発表し、この中で地球の年齢を16億年から30億年の範囲とした。その後の年代測定では、地球の年齢は、 およそ45億5000万年とされている。科学的根拠に基づかず地球の年齢を確立した説はもはや受け入れられなくなった。アルフレート・ベーゲナー1862年、物理学者ウィリアム・トムソンは地球の年齢を2000万年から4億年の間に固定するという計算を発表した。これは地球が完全に溶解した物体として形成されたと仮定し、 地表近くが現在の温度まで冷えるまでにどのくらいの時間がかかるかを決定した。放射性崩壊が発見されたことで地球の年齢はさらに押し戻された。アーサー・ホームズは地質年大学の先駆者である。1913年、ホームズはインペリアル・カレッジ・ロンドンのスタッフであり、有名な著書、地球の年齢を出版した。その中で地質学的体積や 地球の冷却に基づく方法ではなく、放射年代測定法を用いることを強く主張した。ホームズは最も古い四世代の岩石を16億年と推定していたが、地球の年齢については推定していなかった。この時までに同位体の発見が計算を複雑にしていたため、それ以降の数年間はこれらの問題に取り組んでいた。以降数十年にわたる理論の推進により、彼は、 現代地質年大学の父の愛称を持つ。1927年までにこの数字を30億年に、1940年代にはアルフレッド・オーシーニーアにより確立された、ブランド遺体の相対的存在量の測定に、基づき45プラスマイナス1億年に修正した。この一般的な方法は、同年1946年に発表した、フリッツ・フーターモンズ・ニチ・ナミ・ホルムズ。 フッターマンモデルと呼ばれている。確立された地球の年齢はこれ以降洗練されてきたが大きな変化はない。1912年、アルフレート・ベーゲナーが大陸移動説を提唱した。この説はいくつかの大陸の形状と海岸線の地質が一致していることがかつて大陸が結合しており、パンゲアとして知られる単一の大陸を形成していたことを示していると言っている。 さらに、大陸移動説は山の形成についての説明を可能にした。不運にもベーゲナーは、この移動に対して説得力のあるメカニズムを提供せず、彼の考えは、生前には一般的に受け入れられなかった。アーサー・ホームズは、ベーゲナーの説を受け入れ、大陸の移動を引き起こす、マントル対流というメカニズムを提供した。しかし、大陸移動説を支持する、 新たな証拠が蓄積され始めたのは第二次世界大戦後のことであった。大陸移動説が少人数から信じられていたものから現代の地質学の礎石となるまで発展する非常に刺激的な20年があった。1947年の研究で海底に関する新たな証拠が発見され、1960年にブルースシーヘイゼンが太陽中央海嶺の概念を発表した。 この後すぐにロバート・シンクレア・ィーツとハリー・ハモンド・ヘスが海洋近くは海洋帝拡大説において海底が太陽中央海嶺に沿って広がっていくように形成されると提案した。これはマントル大流を確認したものと考えられ大陸移動説の大きな障害となっていたものが取り除かれた。地球物理学的証拠は大陸の横移動や海洋近くが大陸近くよりも 若いことを示した。この地球物理学的証拠は個知気学の仮説も刺激した。イギリスの地球物理学者 SK ランコームは大陸が地球の磁極に対して相対的に移動していたことを発見し、個知気学の概念を提唱した。海底拡大仮説と大陸移動説を当初から提唱していた図像、ウィルソンはこのモデルにトランスフォーム断層の概念を加え、 地球上でプレートの移動を機能させるために必要な断層のクラスを完成させた。1965年にロンドン王立協会で行われた大陸移動に関するシンポジウムは科学界によりプレートテクトニクスが公式に受け入れられた最初のものであると考えられている。このシンポジウムのアブストラクトはブラックとブラード・ランコーン1965として発行されている。 このシンポジウムではエドワード・ブラードとその共同研究者がコンピュータ計算機を用いて大西洋の両側の大陸がどのようにして海を閉じて合わさるのが最適化を示した。1960年代後半までには得られる証拠の重みから大陸移動説が一般的に受け入れられた。友人シュメーカーは月のクレーターの分布に 完全な相乗学的原理を適用することで、ほぼ一世にして、月の研究を月の天文学者から奪いづきの地質学者に与えた。近年、地質学は地球の特徴や起源、表面の特徴や内部構造の研究としてその伝統を引き継いでいる。20世紀後半になり、変わったことは地質学研究の見方である。地質学は大気、生物圏、 水圏など地球をより広い文脈で考え、より統合的なアプローチで研究されるようになった。宇宙空間に位置し、地球を広範囲に撮影する衛星は、このような見方を提供してくれる。1972年、NASA とアメリカ地質調査所が共同で管理する一連の衛星ミッションである、ランドサット計画が地質学的に分析できる衛星画像の提供を始めた。 これらの画像は主要な地質単位のマッピング、広大な地域の岩石種の認識と関連付け、プレートテクトニクスの動きの追跡のために使うことができる。このデータのいくつかの用途には、地質学的に細かい地図を作成する能力、自然エネルギーの供給源を特定する能力、プレートシフトにより起こる可能性のある自然災害を予測する能力などがある。ありがとうございます。